アミヤシンスケは、日本の政治家、実業家。元株式会社 SA、コンサルティング代表取締役社長、元アジア開発キャピタル代表取締役社長、元衆議院議員、元メリルリンチ日本証券取締副会長兼投資銀行本部会長、経営コンサルタント、財務大臣政務官、政府税制調査会事務局長などを務めた。鹿児島県鹿屋市生まれ。 鹿児島県立鹿野谷高等学校を経て、一橋大学法学部卒業。1981年、山市証券に入社。1985年、山市インターナショナルに出向後。1986年に、モルガン・スタンデー・インターナショナル・リミテッドに入社後。1992年、SG ・ウォーバーグ証券に転職。1993年、 カノヤ市長選挙に無所属で出馬したが、元カノヤ市助役の浅井隼人に敗れ、落選。1994年、メル,ルリンチ証券に入社し、金融法人本部長、投資銀行本部長を経て、取締役副会長、投資銀行部門会長に就任。2006年5月からに、新特別顧問を務め、代表取締役社長や、取締役副会長、 執行役員を歴任。米国ファンド TPG からの出資決定後、退職。2009年、第45回衆議院議員総選挙に民主党公認で、鹿児島国から出馬。鹿児島国では自由民主党前職の森山博史に、敗れたが、重複立候補していた比例九州ブロックで復活し、初当選。財務金融委員会、農水委員会。 災害特別委員会委員及び憲法、審査会委員を務める。2010年9月、民主党政権の目玉であった特別会計見直しの仕分け人として財務省、経産省関連の特別会計見直しプロジェクトに参加。2012年4月、衆議院財務金融委員会の理事に就任。2012年6月、 首相の野田義彦が推進する消費税増税を含む社会保障税一体改革関連法案の採決で増反し民主党鹿児島県連代表を辞任した川内博氏に代わり県連代表に就任。同年10月2日、野田第三次改造内閣で財務大臣政務官及び政府税制調査会事務局長に就任。同年12月16日の 第46回衆議院議員総選挙では、神奈川18区に国外して出馬したが、3位で落選。2013年、株式会社 SA コンサルティング設立、同社代表取締役に就任。全国警備保障株式会社会長、両徳寺大学客員教授兼講師。2016年、アジア開発キャピタル株式、会社代表取締役社長に就任。 2020年11月アジア開発キャピタル株式会社代表取締役社長辞任2021年1月アジア開発キャピタル株式会社取締役辞任ラジオ日本アミシンのハウツーサバイブパーソナリティ日本放送真相報道番記者ゲストコメンテーター TBS 朝ズバゲストコメンテーター MX テレビモーニングクロスコメンテーターなど政治 経済の専門家としてテレビ等に出演。ありがとうございます。